NMB48 のてっぺんラジオ。はい、こんばんは、渡辺。ミルクとミルキーを混ぜるだけ、あっという間にミルキー。ありがとうございます。奈良県出身のミルキーこと渡辺ミルキーです。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、今日も一日お疲れな。明日も一日頑張れな。ちっちゃいけどみんなに大きな幸せを届けたい、大阪府出身二十歳、島根なこと島田れなです。届けたいって何なんですかね。もう言いにくい。ふーんじゃない。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、始まりました、 NMB48 のてっぺんラジオ。毎週月曜日から水曜日の深夜12時、てっぺんの時間にアイドル界のてっぺんを目指すために頑張ろうという番組です。パーソナリティは NMB48 から私ミルキーこと渡辺美雪と、今週はチーム M キャプテンの島根奈こと島根れなちゃんが来てくれました。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。今日も一日お疲れな。お疲れな。まだ始まったばっかりです。お疲れなぴょん。最後それ最後。お疲れなぴょんじゃない。お疲れなです。私お疲れなですね。はい、では早速このコーナーに行きましょう。はい、ミルキー島根奈のいろはにほー。このコーナーではいろはの頭文字にちなんだテーマで投稿します。今週はもうです。昨日は私がもしもについてお話ししましたが、今日火曜日は島根奈の選んだもについて投稿したいと思います。はい、では島根奈のもは何ですか。私の選んだもは問題児です。あ、 NAB の問題児といえば、誰な、いろいろ思いつくんですけど、誰ミルキーさんやと思う。え、嘘、どうしてですか。うん、だってもう書き回すじゃないですか。ダメですか。だってもう二人でこうやって話しててももう完全にもうなんかもうすぐ自分のペースに持っていきますよね。え、持ってってないですよ。持ってってますよ。持ってかれてるんですよ。違う違う違う、そう、持ってかれてるんですよ。レナがね。うん、もういつもどこにいても対抗してきてください。だから強いんですよ。私に対抗してきてください。誰か、ね、ちょっとつまんないですよ。本当ですか。それじゃ本当ですか。うん、本当に本当いろんな意味で問題児やと思うなって思います。まあ、いっぱいいますけどね。他にもそれさあかんかな。うん、いいと思います。まあそれが魅力だと思う。じゃあいいよ。いいですよ。いいですよ。ほらまたそうやって、ね、違う違う、待て待て、あのさ、もう先輩とかさ、うん、気使うとかなしでさ、うん、あかんかな。いや、いいと思います。え、ほんまに。うん、え、あかんところもあるやろ。あかんところ、うん、あかんところちょっと考えて。自由すぎるとこですかね。でもまあそこもね、いいとこですもんね。なんやろね。あかんとこ考えて。あかんとこ、うん、なんかやっぱないな。問題児誰やと思います？ミルキーさん。問題児おらんよな、そんなに。いるでしょ。でもなんか、桃花とか。いや、別に問題じゃない。だって、桃ちゃんは、まあ、ああいう、見た目とかやけど、うんうん、キャラであって普通に喋れるやん。なんか冷静やんだって。うん、確かにね、あの子実は真面目やしね。まあ、舞台では問題児やけど、あ、まあ、ファンの人に問題児って言われてるけど、ファンの人は分かってない、それは。ちょっとほんまにあかんと思う。リーちゃんのこと問題児っていう人は、うん、あーちゃんと見てないねんなって思ってるから。ちょっといきなり目が怖くなって、そこに関してはマジでリーちゃんのこと問題児とか言う人はマジで、うん、あ、この人は見る目ないって思うんで、うん、リーちゃんのこと問題児っていう人は見る目ないですね。そんなに大好きですよね。うん、いや大好きじゃない。だってさ、いい子じゃない。うん、ほんまに、うん、いい子です。リーちゃん、なんかもでもなんか2人も仲良し、何もさ問題ないやん。うんうん、可愛いしさ、うん、性格もね全然わがままじゃないしね、うん、いい子やしね。何が問題児なんかさっぱりわかんない。まあ確かに番組とかではね、うん、そういうキャラですけどね、うん、まあ、そういうそれも面白いからね、うんうんうん、全然問題児じゃないし、うんうんうん、ね、誰やろ。え、問題、あ、でもある意味ケイラとか問題児かなって思うんですけど。あ、まあ私はガキンチョやからね。問題児っていうかガキンチョ、うんうん。いたずら好き。まあ、それで言ったらもう、シュウとかもそうやし。でも、シュウはね、ずる賢いから。
あ大丈夫です大丈夫ですかね。だから問題児の思い浮かばない。でもミルキーさんってことで問題児は嬉しい問題児ですね。そうやった。だってだってほんまに変わんないですよね、うん、だって嬉しいそれ。え、私ね、うん、作るの嫌いなんですよ自分を。でも逆に皆さん考えてください。もう渡辺美由紀は、うん、裏でも表でもこうなんやなって考えた時に、うん、恐ろしくないですか。ちょっといや恐ろしいでしょ。嬉しいな、恐ろしいですよね。そうやって恐ろしいって思ってもらえることもうこの返しももう、 もうそうですね。もうさすがです、うん、まあ、これからもそのままでいてください。特別やろ。特別やったー。島根菜は問題児じゃないの。レナ問題児じゃないですね。問題児やろ。だってもうレナはそんなんかき回さないですもん。だからもうちょっと、うん、かき回せと。島レナは、うん、キャプテンとしてどうなんですか、うん、なんでですか最近。なんですかいきなり。いやどうかなと思って。まあ最近はね、まあ来年ツアーも決まりましたし、うん、いいキャプテンっていう印象あるんですけどどうでしょう。あるんですか。はい。本当ですか。もうそれあるけど。な、何ちょっと嫌なところもある、うん、何嫌な、何だって怒らへんもん怒るじゃないですか。怒るん。怒るよ。怒ってるとこ見たことない。ほんまに？メンバーのこと。なんかこんな、もうミルキーさんね、うん、もう怒ってって言ってくるんですよ。早く怒って。ほら、私これこぼした。早く怒ってって。あ、私にね、怒ってって。マジで怒れるわけないです、そんな言われて。しまれな、私に怒らないんですよ。当たり前でしょ。怒ってって言われて怒る人いないわ。何言ってんねん、ほんまに。次行きますか。このね、何？ラジオの椅子めっちゃ気持ちいい。なんかめっちゃ、うん、座り心地めっちゃいい。うん、やばい、見て首もたれてみて。もうほんまにいい感じ。フィットする。え、欲しい。さっきから思ったんです。いくらで売ってんねやろ。いくらですか。え、ください。スウェーデン製。私の二十歳の記念に。うわ、リアルなおねだりきます。すえもう、はい、というわけで面白いな。シマレナの問題児についてのトークはここまで、はい、というわけで明日水曜日は無についての無茶ぶりテーマで投稿することになっています。お楽しみに。さあ今日はカモネギックスのカップリング曲を聴きましょう。この曲シマレナさんもいますね。そう、一緒でしたね、うんうん、これ楽しかったですよね。ふーちゃんがね、そうそうそう、なんか緑のもの履くっていうね、初めてのホラーっていう、ね、ふーちゃんお化け役似合ってますね。似合ってましたね。というわけで行きましょうか、はい。NMB48 赤組で思わせ光線。ここでてっぺんラジオスペシャルウィークプレゼント。今週月曜から水曜まで3日間のてっぺんラジオで発表するキーワードを3つ全て書いて応募していただくと、抽選で5名の方に私たち2人のサイン入り生写真をプレゼントします。では今日火曜日のキーワードを発表します。だからそれ何も出ないことなんて。あいい、じゃん、ミルキーはかわいいです。何それ。はい、今日のですね、誰が決めたんですか。私が決めました。今日のキーワードはミルキーはかわいいです。もうこういう感じなんですか。もう自分で決めちゃう感じなんですか。うん、そんなことないです。ミルキーは問題児っていうキーワードにしてって言われたんですけど、うん、そんなミルキーは問題児って言葉が悪いじゃないですか。言葉が悪い。そんなめっちゃ喜んでたじゃないですかさっき。でもミルキーは問題児って言葉が悪いから、うん、ミルキーは可愛いって今言いました。いいでしょうね。ちょっと大沼さん、私は問題児扱いして本当に大沼さんが一番問題児ですからね。メンバーにセクハラして本当にメンバーにね、言葉のセクハラするんですよ大沼さんは。ああ、キーワードにね、覚えてます覚えてます。やらしい言葉言わせて、それを言わせるっていうね、ほんまや、大人としてどうかと思うセクハラをねされるので、大沼さんが問題児ですからね大沼さん。はい、というわけでミルキーは可愛いと書いて送ってください。はい、今週月か水のキーワード3つ全てを書いて、後で言うメールアドレスにどんどん応募してください。ジェ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 。使い方間違ってますよね多分。何ですか。さあ
番組に本当にたくさんのメッセージをいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。兵庫県加古川市よりヨッピーアットマークユイポン推しさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ユイポンなんですね。シマエナじゃないって、ね、ショックですね。どうする。いや頑張ります。うん。はい、では早速紅白出場紅白出場おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。悲願の NMB 単独出場。何の曲を歌うか、どんなパフォーマンスをするのか、今からとても楽しみです。大晦日テレビの前で全力で応援したいと思います。 NMB48 をてっぺん取ったんでときました。おーね、本当良かったですよね。何の曲を歌うか知ってる？まだ決まってないでしょ。バルキーだしそれはみんなで？うん、みんなでワルキー絶対気持ち悪いでしょ。そう、うん、そんなことないけど想像してみて。うん、めっちゃ気持ち悪い。いいよめっちゃ。みんなこうやって進んでくる。まあ縛り縄はちょっとやめた方がいいかもしれんけど。何よできるってまあというわけで全然スルーするはい、まあね、NHK でサプライズ発表された時どう思いました？あの時コント収録って言って集められたじゃないですか、うんうん、ほんまにびっくりしました。の鳥肌立った。なんかあの発表の仕方でも NHK に行くってことはうすうす気づいてたけどな。気づいてました。しかも大人の様子もおかしかったし、みんなスーツでしたもんね。そうスーツ、まあ、いつも普通の服のマネージャーさんとかがみんなスーツでしたもんね、うんうん、しかもコント番組って言ってんのに台本渡されずに、そう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 、んと思ってたから、私はちょっとそうなことあるかもなみたいな思ってました。思ってたはい。でもびっくりしましたよね。なんか鳥肌立った。なんかちょっと気づいててもなんか鳥肌立ちました。なんかいきなりおめでとうございますって言われて。そう、うん、あれそんなことない？うんほんまに？だってさ、うん、いや確かにすごいことやし本当にありがたいことですよ。あんな紅白歌合戦の一枠をもらえるって、うん、すごいですよ。でもすごいアピールしてたから NHK さんの前でジャケット写真を撮ったり、うん、まあ出させていただいたって感じですね。12月31日歌いましたしね。歌ったりしたから出させていただいてるんですからね。まあこれちゃんと盛り上げないとっていう頑張りましょう。プレッシャーですよ。出させていただいてますからね。なんて言っても、うん、なんかこの環境は当たり前と思ってダメですよね。そうだ、すごい めちゃくちゃ恵まれてるから私たちは。恵まれすぎですよ、うん、それは当たり前と思ったら終わりですよね。これが当たり前と思ったらこの先の人生終わりですからね、うん、まずうん紅白歌合戦に、うん、私たちは世間の人たちに求められて出場しているわけじゃない気がするんですよ、うんうんうん、だからプレッシャーですね私は、うんうんうん、自分たちからお願いしたみたいな感じじゃないですか、うん、あんな風にアピールして頑張ってっていうあれですもんね、うん、だからまあそこで結果を出してちゃんといいパフォーマンスをして世間の方に認めてもらえたらね一番いいですよね。そうそうや、そこまで行ってようやく目標達成ですよね、うん、まあ出れたのも嬉しいけど、うん、そうだからちょっと厳しくね自分に厳しくと言いますか、うん、求められてないんやという気持ちでいきたいと思います、うん、だからこそ NMB、すごいなみたいな挑む気持ちでね思ってもらえるようにね行きましょう。はい行きましょう。ヨッピーさんありがとうございます。ありがとうございます。このように感想や質問などどんどんメッセージを送ってください。宛先は nmb@mbs1179.com です。メッセージを紹介していただいた方には私たち2人のサイン入り歌組クリアファイルをプレゼントします。さあ NMB48 のてっぺんラジオ火曜日最後は今日は何の日やねんクイズ。深夜12時てっぺんを過ぎて今日は12月11日です。今日は一体何の日でしょうか。ノートミエさん、鈴木アナウンサー、私たちのヒントで答えてください。なくてはならないものですね、うんうん、なんかこれが一番好きかも。嬉しい、いっぱいあったらうーってなる。まあね、うん、お金は好きですか。好き。へえ、嫌な女ですね。なんでやねん
嫌なやつ。なんでやねん。好きじゃないんですか。お金。うん。まあ好き。でも欲しいでしょ。でもあるかないかやったらあった方がいいけど、でもお金持ちになりたくないな。世間なんやろ、普通がいいな。だって、うんうんうん、お金持ちになったらやっぱりこの世の中ってお金でできることが多いじゃないですか、うんうん、じゃあ何でもできてしまうと、なんか何かできた時の喜びが少なくなってしまうのが嫌や、うんうん、幸せを感じれる人でありたい、まあ、普通ぐらいが一番まあいいですよね、うん、だから普通の暮らし。でもちょっとあの宝くじ当ててみたいとかありません、うん、ね、当ててみたくないですか。当たったみたいな。でも多少のお金持ちになりたいけど、うん、何やろ、そんな大金持ちとか今はなりたくない。いきなりお金持ち、うん、昨日の3億円事件みたいな、いきなり3億円手に入れたとかは嫌ですよね、うん、そう、そのずっと安定したものが続いてほしいけど、うん、それってまあ難しいですよね、お金って。ちょっと全然ヒントになってないですよね。あ、そっか、全然ヒントは出してないや。まあお金です。ノートミさん、鈴木さん、わかりましたか。それでは NAB48 のてっぺんラジオはここまで。お相手は NAB48 の島玲奈こと島田玲奈とミルキーこと渡辺美雪でした。また明日水曜日の夜12時頃お会いしましょう。バイバーイ。チャリーン、チャリーン、ということでね、はい、何でしょうね。変わって12月11日ですけれども、何の日でしょう。全然ヒント出してくれなかったですね。いやー、宝くじって出たもんね。僕宝くじが発売された日かと思ったんだけど出てきちゃったもんね。あ、お金でしょ今日は、うん、何だろう、チャリーン、円になった日とか、ん、円っていう単位を使い出した日とか。あ、なるほどね。僕はちょっと遡って、はいはい、和道開珎が見つかった日とかにしてみましょうかね。おー、いいですね。どうでしょう。直富さん、鈴木さん、私たちのヒントで分かりましたか。正解は100円玉記念日でした、ね、お金って言ってましたけど ね、お金ですよ。これは56年前、1957年の今日、初めて100円玉の硬貨が発行されたのを記念して制定されました。それまでは板垣退助がデザインされた紙幣でした。あ、紙やってんね。100円のお札ね。へえ、わかりましたかね。いや、わからないでしょう、これは。というわけでね、100円玉貯金をしてそうなのおとみさんと、アイドルのためならお金に糸目をつけない鈴木アナウンサー、12時半まで頑張ってください。100円欲しい。あげるわ、じゃあ後で100円。ありがとう。あー、はい、100円玉記念日ですって。1957年にね、はい、100円玉発行されたということで、ね、小銭が ね発行された日ということですね。広い。本当ですよ。広い。むずいわ。もうちょっとねピンポイントの感じでヒントで来週お願いしたいと思います。はい、まあね、はい、アイドルにお金を使ってそうって言われてましたけど、いや、もう間違いなく使ってますよ。そうですよ。今日もね、姫キュンフルーツ科のパーカーを着てらっしゃいましたね。そうそうそう。ごめんね、 NMB のラジオのね、ごめんね、申し訳ないけれども、はい。さあ、ということでね、まあ、来週こそはね、また正解目指して頑張りましょう。はいはい。ということで NMB48 てっぺんラジオ、明日も夜12時頃から放送です。お楽しみに。